はい、こんにちは、ペストでございます。ワールドスタジアム4やっていきましょう。タイガースはジャイアンツと今シーズン最後の一戦に臨みます。予告通りヤブさんで参ります。そしてお相手チョンさん。スターティングメンバータイガースは変更なし、ジャイアンツもね変更ありませんね。東京ドーム、今シーズン最後のジャイアンツ戦となります。巨人阪神27回戦です。ジャイアンツはチョンさんの先発、トップバッター新庄さん。初球はカーブ、外に逃げていきました。2球目インサイド落ちる球、これも落ちます。3ボール。4球目インサイド差し込まれたあたり、これはファール。フォークボール振ってしまいました。打ち上げてこれもファールゾーン落ちます。危ないフォーク落ちませんでした。センターへ持っていきましたがちょっと詰まっている。新庄さんセンターフライ。インサイドフォーク落ちません。ストライク。流しました。三遊間、ここは坪井さん内野安打。ワンアウト一塁、文心くんです。文心くん詰まりました。初球打ちライトへ流しましたがライトフライに倒れます。ツーアウト。4番大宝さん引っ張ります。ライトへの打球、そしてそのまま持っていきました。113号ツーラン。これは大砲さんうまく打ちました。右中間へのツーランホームラン。タイガースが2点の先制です。5番はバトルさん、インサイドの球ライトへ持っていきます。連続ホームラン130号。連続ホームランとなりましたタイガース。もう1点入ります。3点目。檜山さんです。あ、これは打ち損じ、ファール。あ、ここは三遊間流しましたけども江藤さん掴みました。サードゴロ、スリーアウト。初回タイガースは大砲さんとバトルさんの連続ホームラン、3点の先制です。タイガースはヤブさんが先発します。トップバッター西さん、初球打ち思い切り引っ張った打球、レフト線フェア。ツーベースヒット、ノーアウト二塁。清水さんは初球打ち引っ掛けました。ファーストゴロワンアウト。松井さんです。松井さん初球打ちレフトへ上がった打球、ここは坪井さんが取ります。レフトフライ、ツーアウト。4番清原さん、カーブ引っ掛けました。ショートゴロは速球高いけどここアウト。3アウト。ジャイアンツ初回ツーベースでランナー出しましたけども無得点です。タイガースは今岡さんから。はあ、タイミング合わなかった。最後は今岡さん、これはセンターへヒット。今岡さん出ました。ノーアウト一塁。8番キャッチャー矢野。
矢野さんは初球打ち、これは速い球ファーストゴロになります。ワンアウト一塁で、あ、ワンアウト二塁で矢部さん、矢部さんはこれはセンターへのヒットとなります。ワンアウト一塁三塁、トップに戻ります新庄さん。第一打席はセンターフライ、ここは大きく外れました。初球はカーブは外れてボール、あ、打ち上げます。ここは一塁がファールゾーンに落ちます。新庄さんの当たりはセカンドゴロ、その間にランナー一人生還、4点目。払います、これもファール、あー、ここはサードゴロに倒れます。スリーアウト。2回の表タイガースは二塁三塁から新庄さんのセカンドゴロの間に一人生還、4点目が入っております。江藤さん、今岡さん止めました。二遊間の当たりはセカンドゴロ、ワンアウト。吉信さんはうまくセンターへ持っていきます。これはヒット、ワンアウト一塁。二岡さんです。引っ掛けます、5-4-3、ダブルプレー。ジャイアンツこの回もランナー出しましたけども無得点。タイガースは武神君からです。第1打席はライトフライ、痛烈な打球はセンターの左より左中間の当たり、武神君ツーベースヒット、ノーアウト二塁、逮捕さんです。第1打席は右中間のホームラン、わあ行ったか、思いっきり引っ張った打球はライトへ、2打席連続114号ツーラン。今度はものすごく高い打点の打球、タイガースは2点追加、6点目が入ります。バトルさん、落ちる球空振りします。引っ張ったレフトへ、バトルサム2打席連続131号。タイガースはここで7点目が入ります。ここでピッチャー交代、岡島さんが出てまいります。バッターは檜山さん、第1打席はサードゴロ、インサイド、これはファールになります。レフトへ流すが、あ、これは伸びがありません。檜山さんレフトフライ、ワンアウト。今岡さんです。今岡さんはライトへ流します、ワンバウンドしますヒット、今日2安打、ワンアウト一塁。矢野さんは詰まりました、初球打ちショートゴロツーアウト、9番まで回します。矢部さんは打ち上げて西さんバックして取りました、セカンドフライ、スリーアウト。タイガースはこの回3点追加してチョンさんをノックアウト、7対0となっております。8番キャッチャー村田、村田さん2球目、カーブ引っ掛けます、ショートゴロ、ワンアウト。
ピッチャーの岡島さん。ピッチャー岡島。これもショートへのゴロ、ツーアウト。トップに戻ります。西さん、第1打席はツーベース。打ち上げました、カーブ、センターへのフライ、スリーアウト。3回の裏ジャイアンツ三者凡退です。4回の表はタイガーストップの新庄さんから。先ほどはセカンドゴロで打点がつきました新庄さん。初球打ち、ここは緩い当たりのファーストゴロ、一二塁間でしたけど抜けません。坪井さんは一塁間を破りました、ヒット、ワンアウト一塁。文心くんです。インサイド差し込まれました、初球打ち、セカンドフライ、ツーアウト。今日は2打席連続ホームラン、大砲さん。レフトへ流します、レフトオーバー、大砲さんのツーベース、ツーアウト、二塁三塁。大砲さんの打球は右中間伸びる、3打席連続132号スリーラン。バトルさん今日は大暴れ。さらにタイガースは3点追加、10対0。檜山さん今日はまだノーヒット。流しましたがこれはファール。あー詰まった檜山さんはレフトフライに倒れます、スリーアウト。今日はヒットが出ません。しかし4回の表タイガースはバトルさんの今日3本目のホームランがスリーラン、3点追加、10対0となっております。清水さん流し打ち、レフトへの当たり、ここは坪井さん余裕で追いつきます、レフトフライ、ワンアウト。松井さんも第1打席はレフトフライ。三振、今日初の三振、奪いで2アウト、清原さんです。三球三振、外のまっすぐ決まりました、3アウト。4回の裏ジャイアンツ、ここも三者凡退です。タイガースは今岡さん今日は2安打。あーここは詰まってしまいました、初球打ちセカンドゴロ、ワンアウト。矢野さんです。矢野さんも初球打ち、これはボール気味の球を打ってしまいました、ツーアウト。ピッチャーの矢部さん、外へのまっすぐボール球振ってしまいました、空振り三振、スリーアウト。5回の表タイガースは三者凡退です。江藤さん一二塁間破りました、ライト前のヒット、おっと三塁へ行ってた送球がツーベースとなります、ノーアウト二塁。打ち上げました、ライトレフトフライ、ワンアウト二塁、新岡さん。ああカーソルが入れ替わってしまいました、三遊間抜くヒット。
村田さんは引っ掛けます。6-4-3ダブルプレー、スリーアウト。この回はちょっとまずい守りもありましたけども、なんとか0点に抑えております。新庄さんまだヒットが今日は出ておりません。初球打ちライトへ打ち上げます。新庄さんライトフライ、ワンアウト。坪井さんは今日2安打。初球打ち手を出してしまいました。サードゴロ、文心くんです。文心くんは初球打ち打ち上げました。センターフライで3アウト。6回の表タイガース、1番からの攻撃、三者凡退です。岡島さんに代打まるちゃんが登場。さあタイガースもピッチャー交代です。遠山さん、ピッチャー遠山。魔球が外れました。外の緩い球、空振り三振、ワンアウト。トップに戻ります。西さん、投げれない。ピッチャー強襲ヒット。2番レフト清水。見逃し三振、ツーアウト。松井さん、打ち損じショートゴロ、スリーアウト。ジャイアンツこの回ランナー出しましたけども、いまだ得点ができません。ラッキーセブンはタイガース、大砲さんから、ピッチャーは鴨本さん。大砲さん今日3安打。レフトへ流す、大きな当たり、これはファール。インサイド差し込まれたあたり、これもファールになります。粘ります。左中間へ流した、これは抜けます、ヒット。大砲さんツーベースヒット、ノーアウト二塁。バトルさんは今日3打席連続のホームラン。センターへ、センターオーバー。大砲さんがホームイン、バトルさんのセンターオーバーツーベース、11点目。檜山さんです。今日はまだヒットがありません。レフト線、これは切れます、ファール。打ち上げました、レフト。三塁側ファールゾーン落ちます。外寄りの落ちる球、カルビー三振、ワンアウト。今岡さんはセカンドライナー、いい当たりでしたけど抜けません、ツーアウト。矢野さんが今日まだヒットがありません。ライトへ落ちます、落とします、ヒット。ツーアウト一塁三塁。広沢さん行きましょう。広沢さんの打球は、これは打ち上げた、右中間ライトフライとなります。3アウト。ラッキーセブンタイガースは1点追加、11対0としております。さあピッチャーは、与田さんです。ピッチャー与田。2球目
打ち上げました。センターへのフライ、新庄さん取りました。ワンアウト、江藤さん引っ張る、右中間、あー持っていった。31号ソロ、ここで江藤さんに一発が出ました。ジャイアンツ ようやく1点返しました。11対1。速球払います。これはファール。今度は甘く引っ張り込みました。右中間への当たり、吉野さんツーベース、ワンアウト二塁。二岡さん、空振り三振、ワンアウトツーアウト。村田義則さんはこれは落とします。ヒット、もう一人変わりました。2点目。そしてピッチャーに代打、後藤さんです。ここはピッチャー強襲でしたけど前に弾いた。スリーアウト。与田さんラッキーセブン、ジャイアンツに2点与えました。11対2としております。ピッチャーはもしかして、あ、やっぱり斉藤正樹さん。新庄さん今日はノーヒット。いい当たりがライトへの打球は抜けました。ヒット、新庄さんツーベース、ノーアウト二塁。坪井さんです。坪井さんをつけてヒットになります。ノーアウト一塁二塁。文心君インサイド、これはファールにします。引っ掛けました。三遊間抜けたヒット、新庄さんホームイン。12点目。大砲さんです。引っ張る、ライトオーバー、セカンドでアウトになりかけました。文心君ナイスリカバリー、ツーベース。バトルさんコツンと合わせたライトへの当たり、ライトフライ、タッチアップ成功。14点目。檜山さん今日はノーヒット。センターへ持っていきます。バトルさんタッチアップ。15点目のホームイン。今岡さんピッチャー返し、大きくショート方向弾きましたがここアウト。スリーアウト。8回の表タイガースは斉藤正樹さんから4点奪って15対2としております。ジャイアンツはトップの西さんから。外への速球、レフトへ打ち上げます。レフトフライ、ワンアウト。清水さん初球打ち、完全に、おっと弾きました。松井さんは打ち上げます。センターフライ、ツーアウト。清原さんも今日はノーヒット。2球目速い球引っ掛けました。セカンドゴロでスリーアウト。ジャイアンツはこの回、あれ本当はエラーですけどね、ランナー出しましたけど、この回は無得点。
引っ張ります。三遊間抜けます。ヒット、矢野さん出ました。ノーアウト一塁。与田さん、与田さんもこれはセンターへ持ってきます。ヒット、ノーアウト一塁二塁で新庄さん、先ほどはライトへのツーベース。流し打ち、これは大きくそれていきます。ファール、センターへ。あー、松井さん取りました。センターライナー、ワンアウト。坪井さんです。坪井さんはこれはセンターの前落とします。ヒット、1点追加、16対2。文心くん、ライトへ鋭い打球、ライトオーバー。文心くんツーベース、17点目。大砲さん今日は5安打。センターオーバー、2点タイムリー、19点目。バトルさんです。引っ張ります、レフトオーバー。そして檜山さん、檜山さんはサードゴロでしたけど誰もいないサードへ。今岡さん、今岡さんはこれセンターへのヒット、もう1点入ります、21点目。矢野さん、矢野さんもセンター前ヒット、22点目。与田さんです。まだフォーク落ちるのね。ファーストゴロ、ここは戻って満塁になります。新庄さん、先ほどはいい当たりのセンターライナー、ライトへ打ち上げます。ああ助かりました、ファール。右中間いい当たり、2点タイムリー、24点目。坪井さんは落ちます、ヒット、もう1点入ります、25点目。さあまた文心君に回ってきました。今日はまだホームランはありません。ライト線への当たりは落ちました、ヒット、文心君ツーベース。大砲さん 6安打。戻りました、大砲さん、セカンドゴロでしたけどフィルダースチョイス。バトルさんです、打ち上げました、センターフライ、27点目。檜山さんヒットがありません、先ほどのフィルダーズチョイス。
左中間ですけど、檜山さんが今日はノーヒット。9回の表タイガースは12点追加、27対2です。江藤さん鋭い当たり、レフトオーバー、今度はライナー線抜けてきました。ツーベースヒット、ノーアウト二塁。鋭い当たり、センター前ヒット、ノーアウト一塁三塁。7番ショート、新岡さんはダブルプレー、その間にもう1点追加、27対3。村田義之さん打ち上げます。ここはファーストファールフライ、ゲームセット。試合終了でございます。今日は27対3。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。はい、ということでタイガースは今日はホームラン5本ですね。大砲さん2本、バトルさん3本ですね。勝ち投手ヤブさん、負け投手チョンさん、与田さんにセーブがつ、ね、3失点ですけどセーブついております。他球場の結果、ベイサーズまた勝ちました。三浦さんですね。で、ハッカミさんが負け投手、横山さんにセーブ。もう一つの試合はカープ笹岡さんにごめんなさい、勝ちがついております。山本昌さんが負け投手です。はい、130試合目、残りこれで5試合ね。でもう一個セーブします。ここね、残りはドラゴンズと3試合、そして、スワローズと2試合ですね。ヤブさん29勝目、チョンさん11敗目、ヨダさんが3失点ながら25セーブですね。今日は斉藤正樹さんを打ち込みました。16失点ね、与えましたね。ジャイアンツも、江藤さんと吉野部さんが3安打も出しようね。檜山さんが今日はノーヒット打点は2つきましたけどね。もう檜山さんはちょっとあと下り坂になりそうですから、今シーズンも、終わりかもしれませんけどね。大砲さんが7の7ね。バトルさんは、犠牲フライが2つありましたんで5の5という形ですね。まあまあ与田さんがちょっと心配してた通りね、打ち込まれちゃいましたけども、バトルさんもね、もしかしたらいいペースなんでね、135は超えるかもしれません。はい、ということで、ちょっと30分超えてますんでね、急ぎ足で戦績ご覧いただいて終わりにしたいと思います。もう勝敗表はいいんだけどね、順位表だけ気になるんでね。タイガースはいいとしてね、2ゲームね、ドラゴンズとカープ、ドラゴンズがこの後タイガースと当たります。これで、4位と5位がどうなるかですね。あとはもうほぼほぼ順位は、確定しております。スワローズの再開も確定しました。ドラゴンズと残り3試合、そしてスワローズと2試合ですね。打率が5割1分、でホームラン670、盗塁も618、得点が2468、失点158の防御率 1.18。 ジャイアンツ意外と打率低いのよね。松井さんとかも2割5分6分とか5分とか2割6分とかね、ホームランはまあそこそこ打っとるんですけどね。
て、急ぎ足と言いながらいつものペース。檜山さんがちょっと今日6タコが響きましたね。打率結構下げましたね。はい、ホームランはさあ残り5試合、ペタちゃんが46本超えるかどうかっていうところですね。檜山さんは多分もう神宮で復活するかどうかやけど可能性は低い。打点で、盗塁ね、矢野さんが105へ、文心くんと、今岡さんと坪井さんが75へ、出塁率もほぼイコールなんでね。アンダー、あ、バトルさんも400安打いきそうですね、この勢いですとね。塁打数もバトルさん1000塁打数超えそうな勢い。ツーベースは今のところバトルさんがトップで、大砲さん、新庄さんが、7本差、8本差で追いかける感じですね。スリーベースは文心君が、100達成ですね。勝利打点で、三振意外と少ない、松井さんがトップで、ね、ダントツ、これは決まりそうですね。犠牲フライはバトルさんと新庄さん、併殺はねもうこの2人2人がトップですね。大砲さんと文心君もなんやかんや6やってるんですよね。辰巳さんが単独3位というね。ピッチャー防御率星野さん、あと1回登板あるかないかです。で、ヤブさんとラミレスさんは次のスワローズ戦に2人先発、もう調子の良し悪し関係なしでいきたいと思います。で、勝ち星ね、福原さんが20勝目、負けはハッカミンさんと野村さんが19敗、ハンセルさんは残り5試合3回登板あるかないか、日程が明けばねまた別なんだけどね。奪三振はもう星野さん、2位がヤブさん、3位ラミレスさんとね、福原さん以上が100超え、関東ももう星野さんも目指しません。最後の試合は投げさせるかもしれないけどね。投球回失点、健さんが154、自責点になると笹岡さん157、被安打、被本塁打、レンゴさんがよく打たれておりますということで、日程表を見ますけど、次回はドラゴンズとの名古屋ドームラスト3連戦で、その後神宮、これで、ペナントレース終了となりますね。ということで、次回から名古屋ドームでの3連戦です。では今回はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。